こんにちは。Bonjour. Bonjour. この3分間のビデオでどうやってフランスの素晴らしい、パリの素晴らしいあのラジオを聞くことができる。まあ、フランス語の勉強というよりも、フランスの音楽、フランスの好みを聞いてもらう。そして自分の家でフランスの雰囲気を作ることができる。3分間でそれができるので、ぜひ最後まで、この、 ビデオを見てください。はい。それでは行きましょう。はい。検索しますね。検索しないといけないのが僕のおすすめのラジオは FIP です。そしてラジオですね。ラディオ。R-A-D-I-O。A D I o まあ、英語のツールで FIP-R-A-D。F I P R A D.I.O. ちょっとズームしますと読みやすくなりますね。それを検索しましょう。はい。で、一番上の FIP、FIP ですね。ちなみに France Inter Paris。パリのラジオですね。はい。クリックしますと、なんと、複数のジャンルの音楽を楽しむことができます。そして、日本のラジオとでは、と違って、会話、喋り、 はほとんど、まあ、全,くないです全部音楽となっています。ですので、あの、雰囲気を作るには完璧と思います。雰囲気を。自分の家で雰囲気。例えば、あの、フィップにクリックします。フィップ、いろんなジャンルがありますけれども、ジャーズ、クラシック、あと、あの、南米の曲とかですね。でも、大人が好きそうな曲しかないと思います。そこにクリックしますと、ちょっと音が出ますので、ちょっと、あ ちっちゃくしますねでもちろん僕の,あのパソコンであの音が出てあのここで音質が良くな,らないと思いますけど自分のパソコンで見ますととてもいいと思いますはいじゃあクリックしますね、はい、CM じゃないでも素晴らしい曲は聴くことができますあとですねちょっとストップしますがロックも聴きましょう ロックだと聴いたことのないロックだと思いますけれどもそうですねいつも軸を聴きますと疲れるかなと思いますのでこれでいろんな曲をまあまあ僕の好みではないけれどもであとは今かかったかかっている曲のタイトルとアーティストをあの見ることができるので好きな曲がありましたらぜひ あのその名前を確認してで、あとその CD を買ってみてください。というのは、これで以上ですね、簡単ですけれども。はい、おはい、それであのフランスの最もあのいいと思っているラジオを聴くことができます。これのようなあのアドバイスをいっぱいしたいと思いますので、ぜひ登録してみてください。 あと、これからラジオ聴くことになるんであれば、あの、ライクを押してください。そういうビデオを作りたくなるので、あの、僕も応援してみてください。それでは、au revoir! さようなら